逃走中ですか？ええ、うちのアーニャが最近放送されていた番組に興味を持っていまして。みんなで逃走中がしたいと言って聞かないので、どうかお願いできないでしょうか？それは構わないのですが、セットやハンターとかは。ああ、それなら僕につてがあるので、皆さんは逃走者として参加していただければ結構です。なんとかできないでしょうか？そうですね、わかりました。校長先生や他の先生方には私から相談しておきましょう。助かります。校長先生、ありがとうございます。さーて皆さん、今日はお待ちかね、逃走中の日ですよ。アーニャさん、頑張ってください。父と母もやる。は？父と母も逃げる。アーニャの家族とみんな、どっちが逃げ切れるか勝負。アーニャさん、またお前は勝手なこと。まあまあ、お二人とも面白そうですし、見守りという体で私たちも参加しましょう。この人が一番はしゃいでいるような。まあ仕方ない、これも任務遂行のため。ロイトさん、どうかされましたか？ああ、問題ありませんよ、校長先生。はい。しまった、ヨルさんと校長先生の声が似ているせいで俺としたことが。父、声が似ているから母と忍ぶ、間違えた。な、ヨルさん、違うんです、ちょっとぼーっとしてただけなんです。まあそれならいいですけど。ほら、時間もありませんし、とっとと始めましょう。わあ、もうすぐ始まるよ、カラオちゃん楽しみだね。うん、楽しみ。ワクワク。さあ、逃走開始です。父と母どっか行った。校長先生もいないね。さっきハンターに追われた時にはぐれちゃったね。ん？あれはなんだ？ミッションって書いてある。3人で同時にボタンを押してハンター放出を阻止せよ、だって。3人いるからちょうどいいね。アーニャ、ミッションやる、やりたい、ワクワク。ボタンってあれかな？うん、でもハンターがいる。あのハンター、右に曲がる、行くぞ。え、アーニャちゃんって本当だ。アーニャちゃんについていったらミッション成功するかもしれない。カナオちゃん、アーニャちゃんについていこう。うん。アーニャ、このボタンを押す。長男はあっち、カナオちゃんはこっち。わかった、せーので押そう。せーの。どう？ミッション成功って書いてある。やったー。炭治郎くん、そんな大きな声出したら。ほら。長男、バカタレ。あ、逃げよ、アーニャちゃん。待ってよ、二人とも。なぜ俺は子供たちに混じってこんなことをしているのだろうか。しかも、校長先生、ロイドさんに近すぎます。仕方ありませんよ、隠れる場所が今ここにしかないんですから。狭いですが我慢してください。ですが、妻と副担任の先生に挟まれて狭い体育館倉庫とは、頼むから二人ともあまり動かないでくれ。校長先生、もう少し離れてください。ヤルさん、そんな強く押さないでください。だから、ですから。ああ、もう。あの、聞いてますか、ロイドさん。え、ああ、はい、分かってますよ、ヨルさん。ですから落ち着いてって、あれ？また校長先生と私を間違えて。もう、二度は許しません。ちょっと待ってください、ヨルさん。誤解です。というか、何ですか、その手に持っているものは。絶対に許さないと言いました、覚悟してください。これは逃げるしかないか。くそ。あ、ロイドさん、逃がしませんよ。置いていかないでくださいよ。一体どこまで追いかけてくるつもりだ。ロイドさん、待ちなさい。ヨルさん、もう追いついて。黄昏ともあろうこの俺がまさか捕まる。さっきの言い訳
私が納得いくまでしてくれないと許しませんからね。ヨルさん、お願いですから穏便に。あれ、アーニャちゃんのお父さんとお母さんだ。本当だ。父と母、追いかけっこ。あ、アーニャさん。ようやく追いつきました。父と母、何してる？それはお母様に聞くのが一番でしょうが、これは子供に言ってもいいのでしょうか。なるほど。はあ、はあ、父、何やらかした？いや、その。アーニャ、別に何もしていないから気にするな。父、多分嘘つき。な、むむ、言えません。嫉妬しただなんて。母、父のこと好き？な、違う。いや、違くも、その。アーニャ。父、真っ赤。大人をからかっては。あれ、全員子供たちを追いかけていたハンターに捕まってしまったようです。勝負は引き分けですね。さ、行きましょう。というわけで、そのヨルさん、本当にすみません。いえいえ、私の方こそついカッとなって。お二人は本当に仲がよろしいのですね。羨ましいです。そりゃ夫婦ですからね。一応新婚の。ロイドさん。いいじゃないですか。ね。う。父と母、イチャ。アーニャちゃんのお父さんとお母さんは本当に仲良しなんだね。羨ましい。まあ、これからも鬼滅小学校の一員として親子ともどもよろしくお願いします。ええ、もちろん大歓迎ですよ。さあ皆さん、お腹も空いたことですし、給食にしましょう。あ、せっかくなので私も手伝います。わーい、給食だ。よし、いっぱい食べるぞ。これ今回の請求書です。2500ダルク、日本円で500万円か。ま、今回は規模が小さいし、そんなもんだろう。ハンドラーに、本部に請求しておけ。またこんなことに諜報員使ってって怒られますよ。任務のためだ、仕方ない。あとは頼んだぞ。黄昏だって、もう言ってしまった。とほほ、怒られるの僕なんですからね。